Musou Stars.
られない。それで終わりか。つまらんだ。あのやめてください。雑魚が邪魔をするな。雑魚？小さいからって舐めないでよね。なら俺を楽しませてみろ。この人みんな気をつけて。ここにいると巻き込まれるわ。安全なところに逃げて。早く。最強は俺だ。悔しいが一度下がった方がいいか。彼の目を引きつけないと。あなたに私は倒せない。試してみる。ほう。命が惜しくないようだな。ところでここはどこ？マリー、お家に帰りたいです。いろいろ説明したいが、まずは彼を倒さないと。ふん、雑魚にしてはやる。今日のところは引いてやろう。ここまで来れば安全か。リョフ殿は帰っちまったのか。勝手、いや自由な人だぜ。まあ仕方ない、あいつ抜きでやるしかねえな。まずいな、なんとか立て直さないと。そういや、エンドはここから来るって言ってたが、守っておかねえとまずいか。まあ、ここは頼んだ。あっちの時は勇者時継ぐに任せとけ。私もマリーちゃんとカスミさんの顔を見てちょっとだけホッとしました。そうね、本当に一人きりじゃなくてよかった。力は無限変身リム、リクーディング術。邪魔をしないで。合わせてなんとか乗り切りましょう。やるじゃないか。すまない、シュウソウ、ここは引くぜ。
う宿命。追いかけても無駄だぜ。じゃな。あなたに私は倒せない。おかげで助かったよ、美しい英雄さん。ちょっといいか。頼む。ああ、すまない。ああ、この世界は泉の奇跡の力によって繁栄してきた。もともとここは作物の一つも実らないほど荒れ果てていたらしい。歴代の王が三種の神器で泉の力を操り、世界中の祠に恵みを行き渡らせることで人が暮らせるようになったと言われている。だが前の王が亡くなった時、泉と祠はなぜか急激に力を失ったんだ。そして新たな王が戴冠の儀を行う間もなく、泉も大地も枯れ果ててしまった。もはや打つ手はない。諦めかけた俺たちに叔母上は古い言い伝えを教えてくれた。泉が力を失い世が滅びに向かいし時、異界の英雄降り立たん。英雄祠に斧が力を与え、泉を再び蘇らせ。英雄を導きし者、戴冠の儀を経て王となり、世に大いなる繁栄をもたらさん。泉に残された最後の力を使ってあなたたちはこの世界に呼ばれた。まあ実際に儀式をしたのはいとこの玉木だけどな。異界の英雄はこの世界に対して多大な影響力を持ってる。だからその力を祠と大地に分け与えてほしいんだ。泉と祠の間で水脈を通じて正しく力が循環するようになれば、泉もよみがえるはず。それが叔母上の見立てだ。図々しい頼みなのは百も承知だ。だがどうか世界を救うのに手を貸してほしい。そして俺と一緒に戦ってくれ。ああ、えっ、くっ、ああ、そんな、いや、くっ、母はどうしよう。いや、もう、すまない。わかった、はあ、そうだな。そんな、いえ、ありがとう。はい。おお、英雄さん、英雄さん、おお、頼む。
死のバラ咲かせてあげる。英雄さん、頼む。英雄さんの役に立てるとは光栄だ。まずは俺の言う通りにやってみてくれ。トゲがあるの。さすがは英雄さんだな。さて、最後は俺が相手だ。もう迷わない。やっぱり英雄さんはすごい。これからもよろしく頼むな。頼む。
儀式をやりたいが、シキたちが邪魔だな。急いで撃退しよう。ここ、私のいた世界にそっくり。カスミさんの思念が反映されたんだ。英雄はそれだけ強い影響力を持つんだ。荒廃した土地がこれだけ綺麗になるとは。やっぱり英雄の力はすごいな。あれ、あの砂浜見たことがあるような。あいつの目的は何だ。まさか王位を目指しているのか。だがそのためにはタマキと戦わねばならない。あいつはそんな奴じゃなかったはずだ。名にかけてお前を止めてみせる。そこをのけ。
勝負。しかも、あなた方を阻む理由がある。どうか。お引きください。その理由とやらも説明せずに、ひょうくん、立ち塞がるなら倒すまでだ。すごい、できちゃった。本当に家族と戦うの？そこまでして王になりたい？そうじゃなきゃ死んだ父上が悲しむ。王になるのは父上にできる唯一の孝行なんだ。よし、この勢いで四季を倒すぞ。刹那兄様に心を奪われるわけにはいきません。なんとしても止めましょう。厄介なことになったな。すごい、できちゃった。あの男を倒せばいいんだな。私が行こう。なんて勢いだ。四季より先に彼女を倒そう。任せて。刹那は玉木たちの対応に追われている。今のうちに拠点を奪い取る。すごい、できちゃった。この下流は天下無双です。わかったわ。いつかの雑魚、今度こそ叩き潰してやる。あの男、また会うなんて。相変わらず強そう。うわ、相変わらず大きいですね。玉木、俺と戦ってまで王になりたいとはな。あいつがそのつもりなら容赦はしない。いざ、この超知竜と勝負してもらおう。超知竜参る。我が闘志、まだ消えてはいない。いずれまた勝負だ。ドキドキが止まらない。兄と慕う君と戦えば玉木が傷つく。聞いてくれ。それはできない。本来王になるべきなのは俺だ。聞いて譲るべきなのは玉木の方だ。いずれ果たす。喜んでいいのかな。玉木、四季、お前たちの好きにはさせない。押されている。このままでは。私が
取り戻す。お前を王にはさせない。そんな、すごい、できちゃった。行くぞ、飛んでって。お母様の占いでは次の王は私だと出たはずです。おばあ上はお前の母親だ。そういうに決まっているだろう。お母様はそんな方ではありません。なんという強さ。私ではとても叶いません。刹那兄様、考え直してください。考え直すのはお前だ、玉木。俺は王になる。必ずな。ここで終わってしまうのか。面白いこともあるものだ。だが、そうはさせぬ。シキ、何を考えている。お前がタマキにつくものだとばかり。私には私の考えだ。だが、それはお前やタマキを王にすることではない。全部を晴らすつもりはないってことか。秘密主義とはお前らしいな。喜んでいいのかな。よし、これで儀式ができるな。みんなありがとう。ありがとな。そうだ。ええ。そうだ。そんな、
いらっしゃいませ。また来てください。ようこそ。またのお越しを。頼む。あの、なんだって。頼む。
英雄さん。あの、さて、おう、うわ、ああ、あの、あの、頼む。宇宙の平和は僕が守る。
ミレニア様は囲まれているようですね。敵を倒しながら進みましょう。ここは人を狩るのに最適の地。また人間が集まってきた。あいつふざけやがって。やっちまえ。よし、残酷だけど美しい英雄さん、あなたの力を俺に預けてくれないか。仲間になってくれたら必ずあなたを元の世界に戻す。約束する。ああ、よかる。私はどうすればいいのですか。いざ、この超知竜と勝負してもらおう。我が闘志、まだ消えてはいない。いずれまた勝負だ。このままでは本意の役目を果たせない。なら目が離せない。やりますね。でもマリーも負けませんと。仲間にいいでしょ。いい動きね。私でいいのね。わあ、楽しそう。すごい。目が離せない。どうしね。力を貸して。いい感じです。こっち巨大。そこだ、頑張れ。余裕です。俺が相手になろう。行くぞ。ヨカルの元へ戻るためにあなたたちに協力する。それが今の私の役目なら、生きるために私は戦う。さあ、誰を殺すの。敵の大将が動かない。私の罠なら引きずり出せる。大変です。敵の援軍がやってきました。ここに攻め込まれるわけにはいかない。南門に罠を設置したいが。人はあそこまで残酷になれるのか。そもそも彼女は人なのか。うまくいったか。
ているな。一体どこで覚えたんだ。よかれ、育ての母が教えてくれた。人間の魂を注げる術。分かったわ。母親が、そりゃ何とも言うかすごい話だな。強いのね。あなたが味方でよかった。それが私の役目。ミレニアさんも人間に見えるけど、私は時人に育てられた存在。彼らに命じられた通りに、ただ人を狩るだけ。勇者に挑もうってか。いい度胸してるぜ。してみたいな。と、と、と、や、もう敵は丸裸。
あとは狩るだけ。ほのかちゃん、私の全力であなたを止めます。ダメだ、ここで焦っては敵の思うつぼだ。マリーちゃん、マリーちゃん行きます。そこまで戦うの？なんという強さ、私ではとても叶いません。次はどこへ行くの？どの敵を狩るの？ミレニアさん。ええ、ああ、そう、ちょっといいか。ああ。そう。生きるために私は殺す。僕やるよ。ああ、よし、うん、愚かな人間たちよ、裁きの時は来た。あとはもう落ちるだけよ。また人間たちが運命に引き寄せられた。落ちなさい、今すぐ。裁きの時は来た。あの魔女さん、やる気満々だね。倒せば話を聞いてくれるだろうか。この景色、見たことがある。どこにいようが変わらない。私はただ人間をさらくだけ。人間が残虐な罠に切り裂かれた。任せて。ベルザが見たら大笑いするわね。魔女がいるという噂を流し、好奇心旺盛な人間をおびき寄せて狩るか。俺は完全に魔女さんの策にはまったようだ。はあ、妙な相手だ。彼女はどこへ逃げたんだ。二手に分かれて探そう。強いのね。あなたが味方でよかった。なんだと？
まさかそんな。味方が罠に足止めされている。早く魔女さんを捕まえて解除してもらわないと。軍曹の追跡者を私が始末してあげるわ。彼女は多分人間ではない。でも邪魔をするなら倒す。人間を華麗にさばいたの。カエリアにいたら満足げにうなずくでしょう。魔人の娘が邪魔をするなんて、そんなに死にたいの？エナジー満タン。いると聞いた。力を貸してもらえないか交渉してみよう。ち、こんな時に四季のご登場かよ。あ、魔女さん。さようなら。オロとの人間同士争うのよ。私でも魔女さんに逃げられたか。仕方ない、まずは四季を追い払おう。彼女の説得はその後だ。私と共に。私でいいの？目が離せない。さらにいい力を貸そう。決めてください。私の前に現れたから。いざ参る。お宅は無用。
にはまだなすべきことがある。あなたに罪はない。ただ私の前に現れたから。モノノフの魂、この槍にて貫かん。もう迷わない。まだ燃え尽きてはいない。あなたがいたから倒した。ただそれだけ。精鋭分隊の名にかけてお前を止めてみせる。私の前に現れたから。すごいな、これが英雄の力か。ただそれだけ。おお、さすがのご活躍ですな。
私の邪魔をするか。ならば消えてもらう。これで終わり。その力に敬意を表し、今に引く。あなたがいたから倒したわよ。ただそれだけ。これでいい。命をつないだ生贄よ。私が必ず落としてあげる。ここは私のいるべき世界ではない。早く元の場所へ戻らないと。魔人の娘がさばいている。彼女本当に魔女かもしれない。私でいいの。顔色一つ変えずに次々と人を倒していく。話しなさい。ちょっといいか。ああ何。いや、頼む。ええ。全ては魔人服。それが私の役目なら。私は戦う。